あの日、森の民は滅んだ。俺をいじめていたあいつも、大嫌いだった教師も、話したことのない隣人も、みんな焼け死んだ。森の危機とともに、真っ黒いだけの炭となり果てた。俺に残されたのは、お母さんにつけられた右目の傷と、お父さんが残した38式ライフル銃のみ。そんな、森が殺す、俺の種族を滅ぼした貴様を絶対に殺してやる。はい、どうも皆さんこんにちは、アコウと申します。初めましての人は初めまして、お久しぶりの人はお久しぶりですかね。年齢20歳、身長165センチ、誕生日は11月25日、クリスマスの1ヶ月前、野々村アコウです。イエーイ。動けてる。自己紹介させてください。私はカラスとムカデのクォーター、半妖と呼ばれるものですね。半分妖怪なんですよ。お父さんがカラス天狗と人間のハーフ。お母さんがムカデ族の巫女と人間のハーフです。夜中にバイトであやかし狩りっていうのをしているんですけれど、それで体を鍛えなきゃいけなくて、最近ゲーム世界に入っていろんな敵と戦って体を鍛えています。基本的にゲーム実況という形で動画を作りつつ体を鍛えていく予定です。環境保護の動画も今後作っていきたいなーって考えています。本日はご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。